どうも皆さんこんにちは、まふまふです。皆さんはクレーンゲームというものをご存知でしょうか？よくね、ゲームセンターとかにあるこういうこう紙みたいなのでガチーってこう取るやつなんですけど、今回ですね、カプコンさんとまふまふがとあるコラボをすることになりまして、カプトレというものをご紹介していきたいと思います。カプトレとはスマホやパソコンなど、カプトレとはスマホやパソコンからインターネットを通じて本物のクレーンゲームが、いわゆるお店にある本物のクレーンゲームがインターネットを通していつでもどこでも遊べるというゲームです。ゲームの中のクレーンゲームとかじゃなくて、どこかにあるクレーンゲームが本当に動くと、そして獲得した景品が無料で自宅に届くというサービスです。配送料をいらないということですね。カプコンカフェやカプコンストア東京で販売しているオリジナルグッズの一部もカプトレで景品として展開しています。今回はカプトレさんとまふまふのコラボということで、まふまふから何点か景品を置かせていただきました。そちらをちょっとご紹介していきたいと思います。ドン！まずはこちらですね、 iPhone ケース。この歯磨きをしてるタイプのものと、このコンペイトを持ってるタイプの2パターンで、チャチャゴマさんのイラストを使わせていただいたものとなっています。どちらも、iPhone6S、iPhone7、iPhone8 に対応している大きさとなってます。次はこちら、アクリルキーホルダーですね。この子と、この子と、この子と、こちらは新しくマッコさんに書いていただいてアクリルキーホルダーにしてもらいました。最後がこちらですね、アクリルブローチというもので、なんていうのかな、これはね、何ですかね、これは。そのブローチ作ろうって言ってブローチ作ったけど、ブローチってなんだ、頭につけるやつ。じゃあちょっと早速、このカプトレをまふまふもちょっとプレイしてみようかなと思います。では行こう。いや、こっち前に出てるね、やっぱ。あ、このピンクのやつとか落ちないのかな。おお、上手だよ。微動だにしないんだけど、鉄つかめおかえり。ちょっと次は本気出すんで、これで取れなかったらちょっとたこ焼きは諦めるわ。てかアクリルキーホルダーなんなら諦めるわ。あ、いけ、いけ、これ取ったんじゃない？あ、これ取れたのかな、これ。これ取れたってこと？お、え、手が出てきた。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。待って。いきなりびっくりするから。それもいきなりびっくり。今、このカプトレのこれやりますみたいなところから始まったと思うんですけど、すでに5000円ぐらい使ってて。だけど、この5000円で何の景品がどうやったら取れるかっていうのが分かった。だから、この僕の5000円を先に生贄に捧げて、どうやったら取れるか、どうやったらこの景品が取れるかをみんなに解説していこうと思います。じゃあアクリルキーホルダーからいきましょうか。アクリルキーホルダーの左下のところにこう水色のマークと赤色のマークがあると思うんですけど、こう水色がいろんな商品からこうグッと取る。で、赤色がまあ、たこ焼き器にピンポン玉をこう落としていって、まあ、色のついた枠に入れると金もらえるみたいなやつなんですけど、たこ焼き器の方はランダム性が高すぎて、ちょっと取れるかどうかが結構運次第なとこがあるんですよ。なので一回僕はこの水色の方でチャレンジしていこうと思います。まふまふラメアクリルキーホルダー執事 A。まず狙うべきは手前の下にある段とかではなくて、一番上の紫の段。ここにアームを入れていきます。いきます。まずここをこうして、これかな、うん、はい。で、穴に入れる。この辺。よし、2個の穴に入った。で、これで1回、どっちかの商品を手前に引き出す。来い！シンプルにうまーい！うますぎる！なんだこれ！え、なにこれ！
ちょっとシンプルに重くない？ほら、見たか。先に僕5000円かけてこれやってた時、死んだ目してたからね。何このゲーム全然取れないじゃんとかめちゃめちゃ言いながらやってたんだけど、ちゃんと取れるように設計されてましたね。本当に申し訳ありませんでした。じゃあ次は、はい、さっきのアクキーと、まあ、ブローチとかとは違うシステムになってて、一番難しいのは多分こちらで、この iPhone ケースの攻略をしていこうと思います。さっきはその自分うまいこと取れたんですけど、まあ、多分これで取れるよっていうやり方がなんとなく見えたので、まあ、今回はそちらをみんなに伝えていければなと思います。まず左上にアームがあるので、これを iPhone ケースの中央ら辺に持っていくと、右にずらす、こんな感じ。おお、いいね。で、真ん中よりちょっとだけ奥、真ん中よりちょっとだけ奥に、まあ、アームを入れて少し景品を前に出すっていう過程が必要で、マフマフの上にあるこのマフマフっていう看板の、まあ、フのあたりかな、フよりちょっと左かな、フのあたり、この辺。あ、完璧、いけ、うん、あ、ちょっといってるね、ちょっと前に出てる、まあ、もう一回やってみよう。この辺にして、あれちょっとずれたか、この辺ちょっとずれてるな、大丈夫か。まあ、こんな感じでね、景品が取れるようになっておりますので、ワンプレイ200円とか150円なので、もうどんどん高い商品を取っていってもらえればなと思います。